1枚の布で作る裏付きポーチです。材料です。幅17センチ、縦50センチの布1枚と14センチのファスナーを使います。今回はちょうど14センチのファスナーを使ってみます。20センチのファスナーを使って後で切っても大丈夫です。布を横長に置いて両端から13センチずつ折ってアイロンを当てます。こっちも13センチ折って折り目にファスナーを挟んで縫っていきます。ファスナーは裏向きにしたものをここに合わせます。裏を向けて開いて折り目に合わせて待ち針で留めます。ここを5ミリぐらいの縫い代で縫います。ファスナーを動かして縫っていきます。開いて表側に端ミシンをかけます。反対側にも同じように挟んで縫っていきます。こちら側のファスナーをこの折り目に合わせて待ち針で留めます。ちょっと開いた方が留めやすいです。ファスナーがねじれないように注意して折り目のところでこのようにして挟んで待ち針を留めて5ミリの縫い代で縫います。こんな風に留めたらファスナーは真ん中ぐらいに移動させておきます。で、5ミリの縫い代で縫います。も同じようにファスナーを動かして縫っていきます。こちらも表側に端ミシンをかけます。こちら側にミシンをかけるのでひっくり返して裏布はまっすぐ、ちょっと縫いにくいですが、こう動かしながら またファスナーをちょっと真ん中方に移動して、ファスナーのところを合わせて待ち針で留めます。こんな風に留めたら、底のところに真ん中7センチぐらいに返し口の印をつけます。ここは縫わずに両端から1センチの縫い代で縫います。1センチ手前でミシンを留めます。返し口の印まで縫います。またこの7センチを開けて、ここから1センチの縫い代で縫います。そこにまちを作ります。そこを三角にして縫い代はどちらかに倒します。5センチのまちを作ります。真ん中から
2.5 センチずつ、5センチのところに線を引いて、線の上を縫います。4つとも同じように縫います。この縫い代の倒れる方向だけ注意をします。1センチぐらいの縫い代を残して、角を切ります。返し口から表に返します。返し口のところを合わせて端ミシンをかけます。裏布を中に入れます。指を入れて角を押すようにして整えます。出来上がりです。